はい、皆さんこんにちは、ワンナルグルージュです。信長の野望創造戦国志伝、続きをプレイしていきたいと思います。すでに浜松城にまで、追い込まれた、追い詰められた当家なんですが、なんとかね、まずは八代山城あるいは鴨城、この辺りの城の奪還を目指してい、きたいと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。武将も1人減り2人減りと、死んだりあるいは裏切ったりとありますけどね。表情を始めます。先月の収支です。宮部長房に関してはどうだろう、引き抜きの可能性も残してるな。こうなると金不足で何もできなくなってる。そしたら取引で米を売りましょう。何なりとお申し付けよ。毎度朝廷外交は進めておきたいし、宮部の引き抜きも引き続きやりたいですからね。表情を始めます。先月の収支です。そうか、今考えると金が全然足りなくなってくるんで、ちょっと重点的に商人町に投資をしていきましょう。あとはもう鉄とかそういうのは基本必要ないので建て替えていきますか。まずは鴨城を取り返しに行くか。鴨城はね、わりかし取り返しやすいところかなと思うので。表情を始めます。先月の収支です。お国が思っていますね。丹波松平家、丹波松平家って他どこに城持ってるんだ。丹波だとこっちの方のはずだけども、一切の余裕はないはずだし、となるともしかして丹波松平家を攻略できれば丹波松平家全部乗っ取り可能なのか。いやー、ここにいるね。丹波松平家遠いわ。三崎城、とてもじゃないけど話にならないし、よくここまで来たな。逆に鴨城まで、まあただ逆に言えば、あの将軍家さえ停戦に持ち込めれば鴨城の奪還は可能ですね。表情を始めます。先月の収支です。で今の状況を見ると外交は朝廷は100になってるね。よし、そしたら取り返しに行きましょう。
陣する。出陣する。続け。承知しました。ちょっと意図したのと違う動きになってるな。先月の収支です。なんとか鴨城を奪還すれば道も開けよう。修復する金があるかっていう問題もあるけどな。かしこまりました。みんな行くよ。来たな奥に。今のうちだ。まだ包囲には移っていないはずなので、このまま城攻めを行っていきましょう。包囲している状態で敵の戦力をゼロにできれば、まあ、その時点で城を落としたことになる部分ではあるんですが、まだ包囲に至ってない状態で海戦に入ってますので、このまま城攻めをしていきましょう。なんとか鴨城は取り返したんで、掛川城だな次は。敵城門突破しました。よし、鴨城は取り返した。これ奥にとかをね、捕らえることができればさらにいいんで良かったですけどね。逃げるなら今のうちだ。戻るとするか。我が領内に敵が迫っております。浜松城に1万4000か。
これは丹波家だな。丹波松平が浜松城に攻め込んでくるか。まあ、これはただ撃退はできるんじゃないか。依然尾張と島津は海戦には至ってないのかな。この感じだと表情を始めます。先月の終始です。睨み合いが続いている感じですかね。早速鴨城を取りに来たね、将軍家が。ここはすかさず打っておきましょう。ここでまた裏切るか。今度は信綱が丹波家に寝返りましたね。なかなかやってくれるな敵も。表情を始めましょう。先月の終始です。まずは城の修復ですね。マジで攻めてきたか。もう武蔵しか出せない。武蔵一人で迎え撃つしかない感じかな。そうすると一旦敵を引き込んで奥義一戦をお見舞いしてやろうではないか。まあ、しっかりと奥義一戦が確実に当たるように戦っていきましょうね。過去何度か外してますからね、奥義一戦。これは当たるはずだ。あれ当たってない。当たってないんだ。これで当たってないんだ。なるほど。落とされるわけにはいかないので絶対に食い止めなきゃいけないんだけど、これは当たるだろう。さすがに これも当たってないの。明らかに乱戦に入る近さだけど、まずいな。ちょっと本当にまずい。次は絶対に当てなきゃいけないから。いやー、マジか。
全く想像してなかった展開だな。そもそも安重の能力ってどんなもんなんだ。そこそこに優秀ですね。統率97、武勇99。そこそこにどころじゃない、めちゃくちゃ優秀だ。兵を削っておけばって感じだったな。いやー、二度の奥義戦をいずれも外したのがもったいなかった。縄文が破壊されました。かしこまりました。さあ、奥義戦を食らい、うわー厳しいなー。奥義戦当てても兵力が足りないか、まずいな。鴨城から軍勢を出すしかないな。なんとかなるのか。いやー、マジか。うー、ああいうところで無駄に兵を削ってもらうしかないな。とはいえ味方は200。では奥義一戦が当たらないっていうか、当てるほどに兵力がない。313、間に合うか。いやー、もう何やってんだって感じだなこれ。持つのか。よし、なんとか帰らせることに成功したけど、もうボロボロだな。宮部長房殿から密書。越後松平家が当家に攻め寄せる。いや、今攻められたら。表
かなり厳しいな。先月の終始です。朝廷外交も忘れてたし。いやー、滅びるして滅びる感じか。これは滅びるべくして滅びる感じかですね、言い方。とりあえず城の修復、三重武蔵に修復させるしかない状態のこの人材の枯渇感。今幕府に攻められたら終わりだ。ご命令ください。先月の収支です。とりあえず武蔵に修復させてるといつまで経っても修復が終わらないんで、ぐわー、敵が迫っております。ここで浜松城に 11,200? いやー、ここまでだな。抗えない。ご命令ください。報告いたします。先月の収支です。残念ですけどここまでかな。我が方の城奪われました。厳しいですね。表情を始めます。先月の収支です。鴨城だけだとちょっと軍勢の数的にも持ちこたえられないかな。1642年、なかなかね、面白いコンセプトでプレノンを始めたものの、ちょっとどうやらここまでになりそうな感じがプンプン漂ってきましたね。ちょっとね、まあとはいえ最後まで行く末を見守りたいなとは思うんですが、今後こんなプレイしたらどうとか、こういう縛りどうとかですね、何かコンセプト的なプレイご意見あれば、チャンネルもしくはこの動画のコメント欄もしくはツイッターの方に、お寄せいただければですね、ぜひぜひプレイの方していきたいなと思いますので、どしどしお寄せいただければと思います。というところで、敵15,000、越前松平家が攻めてきてますので、これ最後の戦いになる可能性があります。出陣していきましょう。出陣する。出陣しよう。ただこの関門城結構守り堅いな。頑張ってますよね。
さあとはいえまず三の丸の縄文が破られるので二の丸に撤退しましょう。本丸決戦もありえるな。装備が多分鉄砲がいないんだろうな。この感じだとね、鉄砲がいると、あでも牙鉄砲弓槍になってますね。結局その城外、城門の外から、味方の兵力を削られるパターンが一番その持ちこたえられないケースなんですよね。今みたいに自分の兵数が削られないで城門だけ削られていくっていう場合だと結構持ちこたえられることが多い。本丸決戦になるな。神速持ってるんで削られる前にちょっと早めに撤退しましょう。敵が城内に侵入しました。この攻め見切れまい。うわ食らってるね。このパターンこれなんですよね。ちょっと条件がわからないですが、続け。さっきまで雨降ってたとかそういうことかな。いやー厳しいな。起死回生の王位戦にかけるしかない。ここまでだな。しまった。我が領内に敵が迫っております。我が方の城包囲されました。ご命令を報告いたす。報告いたす。出陣しよう。我が方の城包囲されました。ただ関門城はやっぱり関門城硬いの。頑張ってますよね。敵が我が領内に向かっております。城門が破壊されました。さあ、ここでね、越後松平家の家臣としてのプレーも続けられますが、ここはね、残念ですが、ここで終わりにしていきたいと思います。本当に、応援していただいた皆さん、あといろいろアドバイスいただいた皆さん、本当に申し訳、ないなという思いですが、次の、信長の野望のプレーもね、新しく始めていきたいなと思いますので、ぜひぜひ皆さんからこんなプレー、あんなプレーしたらどうかっていうね、ご意見いただければと思います。では、最後ね、エンディング。まあ、クリアエンディングではないですが、見ながら終わりにしていきたいと思います。
1642年10月まで抗いました。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。